今、一人でネットで映画を見ています。面白いですが、ちょっと長いです。2時間経ちましたが、まだ残り1時間ぐらいあります。ちょっと眠くなってきました。今日はいい天気です。少し寒いですが、晴れです。後で近くの公園に歩いていきます。私は散歩するのが好きですから、 二時間ぐらいブラブラしてこようと思います。これから日本語を勉強しようと思います。今日は漢字を復習してから文法を勉強するつもりです。二時間ぐらいしてからシャワーを浴びて寝ます。さっき家に帰ってきました。今日はとても寒いです。 少し雪が降っています。多分マイナス何度かになっていると思います。寒いので今からスープを作って飲みます。さっき晩ご飯を作って食べました。今日は時間があったのでカレーを作りました。何も焼いて食べました。お腹が空いていたのでたくさん食べてしまいました。 今8時です。これからオンラインでトレーナーと一緒に筋トレします。1時間ぐらいしますから大変です。今日は下半身のトレーニングです。頑張ります。今日は朝ごはんにパンを食べました。トーストしてジャムとバターを塗って食べました。甘くてとても美味しかったです。 一緒にコーヒーも飲みました。今、一人でネットで映画を見ています。面白いですが、ちょっと長いです。2時間経ちましたが、まだ残り1時間ぐらいあります。ちょっと眠くなってきました。今日はいい天気です。少し寒いですが、晴れです。 後で近くの公園に歩いていきます。私は散歩するのが好きですから2時間ぐらいぶらぶらしてこようと思います。これから日本語を勉強しようと思います。今日は漢字を復習してから文法を勉強するつもりです。2時間ぐらいしてからシャワーを浴びて寝ます。 さっきうちに帰ってきました。今日はとても寒いです。少し雪が降っています。多分マイナス何度かになっていると思います。寒いので今からスープを作って飲みます。さっき晩ご飯を作って食べました。今日は時間があったのでカレーを作りました。何も焼いて食べました。 お腹が空いていたのでたくさん食べてしまいました。今8時です。これからオンラインでトレーナーと一緒に筋トレします。1時間ぐらいしますから大変です。今日は下半身のトレーニングです。頑張ります。今日は朝ごはんにパンを食べました。トーストして、 ジャムとバターを塗って食べました。甘くてとても美味しかったです。一緒にコーヒーも飲みました。